西軍はなんとですね、ネプチューンさん、矢口真里さんリードのですね、全員8人で、限界ジャンパーというものに挑戦いたします、はい、飛ぶ。今回はもう本当に僕ら限界でしたね、はい、名倉さんなんかもう本当注射を打ちまくりです、はい、首のとこそうですよね。僕あの全治3週間って言われたのが1週間前なんですよ、はい、家で洗車してたっけ。そうなんです、洗車してた。違うわ。違う。さあ3回戦、まずはネプチューン率いる西軍が限界に挑戦です。今回ネプチューンが挑戦するのは地上6メートルでの空中アクロバット。中でも究極の技は鉄棒から真っ逆さまにダイブし、ゴムの反動で戻ってくる大回転ジャンプ。必要とされるのは強靭な筋力と恐怖を克服する強い精神力。共に挑戦するリード、そして矢口真里も6メートルという高さにただ圧倒されるのだ。さらに一人でも難しい大回転ジャンプをなんと3人で挑戦するという。しかし止まってる。一人がミスをすれば全員が転落しかねない大変危険な技。練習開始から3週間、失敗の連続。飛べば飛ぶほど怪我が増える。さらに本番1週間前にリーダー名倉が首を負傷するアクシデント。全治3週間と診断され練習を中断。もうしゃあないから自分でできることもう一生懸命やって、まあもうそれだけやな。もうみんな頑張ってるし。限界に追い詰められた8人のジャンパー、果たして成功なるか。ここからがいよいよ正念場。まずは堀内健による1回転ジャンプ。はっ、いいぞ健。続いては原田泰造による宙吊り1回転ジャンプ。
さらに連続5回転ジャンプに堀内健が挑みます。はっ、続いては原田泰造による宙吊り2回転ジャンプ。さらに堀内健が宙返りを組み入れた連続ジャンプにトライ。そして高一点、矢口真理による1回転ジャンプ。あるよ、頑張れ、ゆっくり、ゆっくり、やる、やる。続いては3回転ジャンプを2人連続で飛ぶという高難度の技にリードのメンバーが挑みます。落ち着いて棒見よう。いいよ、息整えてから出よう。しゃ、え、大丈夫、落ち着いてゆっくり、ゆっくりでいいぞ。はっ、はっ、1、2、3、はい。声出していけ、はい、声出していけ。落ち着け、ヒロキ。はっ、はっ、はい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 、大丈夫、滑っただけ、滑っただけ、やめるか。大丈夫です、ヒロキは大丈夫です。無理すんなよ。はい、いけるか。いけます。せんなっていいよ。じゃあ、一回しゃ、はい、はっ、1、2、3、はい。さらに原田堀内が加わり3人連続のジャンプに挑戦。よし、蹴る、しゃ、よし、蹴る、頑張れ、はっ、はっ、頑張れ、いくぞ、はい、1、2、3、はい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 
フィニッシュは3人連続の4回転ジャンプを左右同時に行うという最高難度の技。4-3-3高くとも OK いいよ、はい、OK です。 1-2-3 はいやでも本当に私一人ではできない演目だなっていう感じがして、まだ触れてるもんね、助けてもらいながら、うん、何回も失敗して怖い思いして一、はい、回飛ぶだけでもすごいんですよ本当に、高速ギューンとくるんですよ、でも何回飛んでも取れないんですよこれ。あの一回失敗したじゃない、はい、これはすごい、はい、あれどんな気分だったのあの時。いやもうわけわかんない、本当にもう、でも本当にこう全体通してここまでうまくできたのが今日初めてなんですよね、はい、今日は本当によくできた、よかったさん、もう何にも言うことはありませんけれども、人間っていうのは頑張って真面目にやればこういうこともできるんだと、なんかそういう力を与えられたような気がしたし。では西軍の国連をいただきます、どうぞ。お願いします。よっ、本当にお力なんですけど、ここまで。